幾度となく変更されてきた F1 のレギュレーション。その中で上位チームの低迷、下位チームの健闘が繰り返され、時に暗黒期を経てまた復活するという、そんな F1 チームの暗黒期について解説していく今回の企画。今回は後編をお送りします。アルファタウリは前身のトロロッソが解消して2020年に誕生したチームで、レッドブルの姉妹チームという位置づけであり、両者は深い関わりを持っています。初参戦以降の成績を見てみると、最高位は6位が3回、時折上位に食い込む活躍を見せたり、2008年はベッテル、2020年はガスリーがそれぞれ優勝を達成していますが、トップ4には食い込めず、下位から中堅チームといった位置づけですが、レッドブルの B チームといった関係性であることや、ジュニアチームの育成ドライバーを多数起用するといった背景もあるため、一概に暗黒期とは呼べないのが現状となっています。その一方で名ドライバーを多く輩出しており、セバスチャン、ベッテル、マックス、フェルスタッペン、ダニエル、リカルド、カルロス、サインツ、ピエール、ガスリー、アレクサンダー、アルボン、彼らはすべてトロロッソから F1 でのキャリアをスタートしており、偉大な功績と呼ぶことができるでしょう。また2021年に7年ぶりの日本人 F1 ドライバーとしてデビューした角田裕毅もアルファタウリからデビューしており、ホンダのエンジンを積んでいることも相まって、日本と馴染みの深いチームになっています。アストン・マーティンはイギリスの自動車メーカーで、1959年、1960年に F1 に参戦していた経歴もあります。2021年に前身のレーシングポイントが解消し、アストン・マーティンの名が復活したというわけです。アストン・マーティン復活後はまだ歴史が浅いため、ここでは前身のフォース・インディア・レーシングポイントの歴史とともに解説していきたいと思います。フォース・インディアは2008年珍しいインド国籍のチームとして参戦開始、初期は低迷していましたが、晩年はトップ4に食い込むなど徐々に這い上がってきていましたが、2018年途中に経営破綻、チームはコンソーシアムに売却し、レーシングポイントと解消され再出発を図ります。シーズン中のこの売却劇に FIA は参戦の承認を下しますが、チーム獲得ポイントは無効とされてしまい、解消後に獲得したポイントのみ有効となっていたため、不安の声も多く上がりますが、それでも総合7位まで挽回、翌年以降に期待を持てる結果となります。しかし2020年レーシングポイントが発表した新車は2019年のチャンピオンマシンメルセデス W10 とクリソツであり、盗作、パクリ、コピーマシンだなどと他チームから猛烈な批判に遭い、シーズン開幕前の合同テストで速さを発揮してしまったために四面楚歌となってしまったレーシングポイントはピンクメルセデスと揶揄され、罰金40万ユーロとチームポイント15ポイント剥奪という処分が下されることになります。そもそも F1 マシンというのは各チームで独自開発しなければならず、他チームから入手してはいけないリステッドパーツ、ここの部分の模倣がルールに抵触したという見解で、ルールを明確化していなかった FIA にも非があると見られましたが、コピーマシン問題は一旦幕を閉じることになります。2021年にレーシングポイントからアストン・マーティンに解消すると、すぐさま暗黒期となります。このパクリマシンは15ポイント剥奪の浮き目にあってもランキング総合4位に食い込むなど速さを見せていたため、解消してからも速さに期待を持たれていましたが、2021年のレギュレーション対応が遅れ、予選順位も決勝も大きく後退、ベッテルが2位に2回入るものの1回は失格で取り消しになるなど、噛み合わないシーズンとなってしまいました。2022年は新規定に沿って車体を開発しますが、深刻な暗黒期に突入しており、現在は9位と低迷、ベッテルが引退を表明したのもあり、最後に一花咲かせてほしいものです。ウィリアムズは1977年から参戦を続けるチームで、伝説のドライバーアイルトンセナが
最後に在籍したチームであり、97年を最後にタイトルからは遠ざかっていますが、長きにわたってトップチームの一つとして君臨していたこともあり、現在は古豪のような扱いをされています。というのもウィリアムズは2018年から暗黒期真っ最中であり、ランス・ストロールは最も遅いマシン、セルゲイ・シロトキンは不快な驚きを覚えるなどと酷評。シロトキンに至っては2018年シーズンにおいて史上初の純粋なランキング最下位という珍記録を達成するサービス精神を発揮しており、暗黒期を象徴する出来事となっています。これはつまりどういうことか説明すると、 F1 は現在10位までが入賞圏内と定義されており、10位以内でゴールすることによりポイントが与えられ、1年を通じてその獲得ポイントが一番多いドライバーがその年のワールドチャンピオンということになります。しかしこれまで何人かは入賞を達成できずにシーズンを終えるドライバーもおり、その場合は入賞圏外での最高位を考慮し仮の順位を与えられますが、ランキング外という扱いであり実際にはランキングに含まれません。しかし2018年は参戦したドライバー全員がシロトキン含めて最低1回入賞を達成してしまったために、20名中の20位という不名誉な記録が生まれたわけです。しかもそれはシロトキンが入賞したために生んだ記録であり、本人は入賞した喜びよりもシンプルに最下位となったことが複雑な心境となっているでしょう。その後のウィリアムズは復調することはなく、2022年現在も暗黒期から脱出できていません。この古豪チームがかつての輝きをいつ取り戻すのか見守っていきたいところです。アルファロメオは2019年にザウバーの命名権をアルファロメオが買収したことで誕生したチームであり、チームの運営自体はザウバーが行っています。ザウバー自体は1993年から参戦を開始、マシンの美しさに定評があり、優勝こそ達成していませんが、たびたび表彰台に登壇する中堅チームの一角として参戦していました。2019年から現在の名前になると突如芸人魂に火がついてしまい、無線芸人ライコネンとレース中に漫才を繰り広げており、ファンからは漫才をしている場合かと盛大に突っ込まれたようです。そんなライコネンとの漫才の一部を紹介します。How is the front wing? How is the front wing? I don't know. You have to tell me. Okay. I think in the future, I don't know, does it make any difference, but maybe it's not better not to leave the wheel on the sun. It was boiling hot. But... Down. Yeah, it's still f***ing late now, f***ing sake. Copy.漫才のネタはまだまだありますが、今回は傑作選ということで、この3つのネタを紹介させていただきました。そんなアルファロメオも、漫才相手のライコネンが引退したことにより、レースに真面目に取り組むようになり、2022年はここ数年で一番の活躍をしています。ハースは2016年から参戦開始、F1 では珍しくアメリカ国籍のチームであり、チーム買収や命名権の取得により参戦を果たしたわけではなく、フェラーリと技術提携を結んでいるなど、現代の F1 においては異色の存在となっています。そんなハースの暗黒期といえば2021年のこと。この年は伝説の男ミハエル・シューマッハの息子ミック・シューマッハとロシアの問題児ニキー・タマゼピンをデビューさせますが、2022年から車体規則の変更となることが早々に決まっていたために、ハースは2020年型のマシンに手直しを加えた程度で新車を発表。2021年を捨てて2022年に注力する構えで、開幕前から厳しい戦いが予想されていましたが、予想を上回る停滞ぶりとなります。開幕戦バーリエングランプリではレースがスタートすると1コーナーで颯爽と姿をくらまし、マゼピン派スピンのしすぎでマゼスピンとの相性を頂戴し、チーム代表から直々にいじられることになります。ミックも相次ぐクラッシュによりマシンの修理費ランキングで堂々の1位を獲得。チーム方針により
セルフ暗黒期を迎えたハースは惨憺たる結果となりますが、2022年に期待を持ちシーズンを終えます。2022年も2人のドライバーを継続し、2021年の雪辱を晴らす予定が、ロシア出身であったマゼピンは政治的理由により突如解雇、代わりに2019年をもってチームを離れたマグヌッセンを呼び戻します。すると2022年の開幕戦で5位入賞を達成し、健在ぶりをアピール。2021年は無得点に終わった。ミックも今季は初入賞を含む2戦連続の入賞を達成。シーズン終了まで目が離せない存在となりました。今回は2本の動画で全10チームの暗黒期について解説してきましたが、作者自身も忘れていることが多く、今回の動画作成はとっても勉強になりました。こういう企画をやってほしいなどあればコメント欄で教えてください。最後まで視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしければお願いします。